国道480号起点大阪府泉大津市穴田交差点国道480号は大阪府泉大津市から和歌山県有田市に至る一般国道である。和歌山県有田市美之島2020年2月撮影大阪府泉大津市の国道26号分岐の穴田交差点から南進して大阪和歌山の府県境をまたぐ泉山脈を越えて ユネスコ世界遺産にも登録される霊場高野山を経て、紀伊水道に面する和歌山県有田市の国道42号とを結ぶ延長約 150km の一般国道の路線で、主な通過地は大阪府泉市、和歌山県伊都郡葛城町、伊都郡高野町、有田郡有田川町である。高野山付近はかつて有料道路であり、 日本の道百選にも数えられる高野山道路の一部である。高野山有田間は、紀伊水道に注ぐ有田川の流れに沿う経路をたどる。全体的に山がちな内陸部を走る山岳道路であり、各所で道路改良事業が行われている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。なお、 政令上の起点は、泉市となっているが、区画整理に伴い、現在は、泉大津市となっている。国道24号との分岐和歌山県糸郡葛城町高田路線指定では、木の川市穴伏江交差点より、葛城町交差点までが、国道24号との重複区間だが、穴伏江交差点は、国道480号と国道24号奈良方面の直進が、 不可能な形状のため、ここより、泉市寄りにある芋瀬橋から桂木町、高田交差点の間が、便宜上の国道480号と案内されている。父木街道との重複区間大阪府泉市産、林町。ただし、写真中央の川中京北詰め交差点で、父木街道は左側へ分かれる。 道路改良国道170号との分岐大阪府、泉市仏並町道の駅和歌山県有田郡、有田川町金谷2020年2月撮影、交差する場所の格好書きは地名、それ以外は、交差点名で表示なべた峠和歌山県糸郡、桂木町この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。父木バイパスに関する、カテゴリー、平道路に関するカテゴリー、梨の木バイパスに関するカテゴリ 中身のみバイパスに関するカテゴリー、岩の川バイパスに関するカテゴリー、スコクバイパスに関するカテゴリー、三田バイパスに関するカテゴリー。ありがとうございます。